藤川球児、昨日に続いての登板、これが30試合目のマウンドになります。さあ、そしてこの藤川球児をリードするのが代打で出た今成に代わって岡崎です。藤川岡崎のバッテリーで9回ジャイアンツの攻撃を迎えます。ジャイアンツは9番の松本からです。詰まった当たりはマートン守備範囲、1球でワンアウトを取りました。放送席の解説は ABC の吉田芳生さん、真弓明信さんでお送りしています。一度登録抹消されて、そして戻ってきまして、で藤川球児が戻ってきたら榎田が抹消されてというような、ここのところの阪神タイガースの中継ぎ抑えです。1番の長野です。3時間30分のルールがありまして、真弓さんもご経験されましたが、はい、まあ、その中のいろいろな駆け引きなども、ね、出てきつつあった、ね、はい、去年今年の戦いなんですが、まあ、逆に継ぎ込めるというような考えもできるんですよね。もう後のことは考えずというような采配になります。吉田さん、9回、はい、阪神鳥谷からですからね。そうですね、山口でしょうね、巨人は、はい、吉田さんがおっしゃったようにもう両監督惜しげもなく、はい、今日はつぎ込んでいます。長野にボール3、今日はメッセンジャーと沢村の投げ合いでした。メッセンジャーが勝ち投手の権利を得て続投を指示されて、しかし踏ん張りきれず7回同点に追いつかれました。151キロです。ちょうど放送席が、まあ、かなりグラウンドに近いところに設けられているんですが、吉田さん、藤川のボールはいかがですか。まっすぐ速いですよ、はい、コントロールだけですね、はい、これで3ボール2ストライクです。全部まっすぐですもんね、うん、今落ちたんかな、ちょっと落としたんですかね。カットボールのカットボールですかね、はいはい、数年前の藤川とはまた違った球種も交えながらのシーズンになっているようですね、うん、ちょっとこう食い込むようなボールであったり、いろいろ藤川も自分の投球にいろんなボールを編み込みながら今シーズンマウンドに立っています。空振り三振、最後は150キロのストレート、ボール3、全く関係ありませんでした。気力充実というような表情です。まあ、ですので真弓さん、怪我で戦列を離れてそこからちょっと心配もされたんですが、このボールを見ている限り心配いらないですね、はい、はい、球の威力っていうのがね、少し落ちたかなっていうことはないと思うんですよ。で僕はちょっとね、力みすぎじゃないかなと思うんですね。やっぱり焦りもあると思うんですよね。なかなか空振りが取れなくなったっていうところでね、やっぱり高めの球みんな振ってくれて空振り取れたっていう時とはちょっと違いますからね。みんなストレートに合わせてくる。それでやっぱり今ね、やっぱり球児が一番ね、失ってるのが、ね、僕コントロールだと思いますね。意外に球の威力というよりも、はい、うん、9回裏、原監督も山口に託します。
もう誰もいない投げないブルペン独り占めということになります。延長戦はありません。確かにここも3ボールノーストライク、ちょっとシュート回転かけるようなボールでした。あれも意図的なんでしょうね。でしょうね、ね、はい。この後には同点タイムリーの坂本、今日3安打の坂本が控えます。この寺内でしっかり切っておきたい藤川球児。これで2ストライクです。岡崎もこの7月に改めて登録されてから初めてのマスクになります。キャッチャーも総動員和田監督です。このクリーンナップが9回裏の攻撃で登場します。甲子園球場です。実は今日はこの打席の中で吉田さん、寺内が結構粘ってるんですよね。そうですね、全て出塁してますから。そうです、随分のあのメッセンジャーもね、はい、あの苦労してますよね。粘られましたよね、はい、そうでした。まあ、5打席全てそれを全うしつつある寺内です。これは寺内にとってもいいアピールになってるでしょう。ついていきます。試合開始プレーボールが6時、4時間近い戦いに突入しています甲子園球場。前半のラストゲームです。ショート鳥谷落としたが拾い上げて一塁へ送る。スリーアウト。27個目のア